います。メインの二方どうぞよろしくお願いいたします。霧ヶ丘本を作らせてもらいました NU です。すごい楽しい時間、ありがとうございます。ありがとうございました。自分たちが作った歌に踊りがついて、それをみんなが踊ってくれて、そして自分たちもまさかの踊りも覚えて踊れちゃうっていう、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。家庭内でもやりましょうね。実は僕ら雨を、ために生演奏ちょっとできなくなっちゃったんですけど、今月月末に山下公園で9月28日なんですけど、お昼前11時から無料のアコースティックのフェスを主催してます。なので今日聞けなかった分、その日に遊びに来ていただければ嬉しいなと思ってますので、9月の28日11時から山下公園で僕たちやってますので、メインの司会は FM 横浜 DJ の三國さんがやってくれるイベントになってますので、ぜひよろしくお願いします。ということで皆さんお疲れ様でした。霧ヶ丘かNU の二人、本当にありがとうございました。素敵な霧ヶ丘音頭ありがとうございます。さあ、天候の方もですね、ちょっと雨足悪くなってまいりました。皆さんで楽しんできました霧ヶ丘思い出祭り、終わりの時間となりました。参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。またアーティストの皆様も、天候の方ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。ありがとうございました。みんなでまちづくりクラブと NPO 法人アクシップのメンバーが手を取り合ってこのお祭り運営を行ってきました。そしてボランティアスタッフの皆さんも、大変お疲れ様でございました。そして霧ヶ丘6丁目横瀬会長、ご協力誠にありがとうございました。またこのお祭りを助成していただきました横浜市芸術文化財団様にも心より感謝申し上げます。皆様、本日はこの雨が降るか降らないかのすぐに満点の中お越しいただきまして誠にありがとうございました。これからも住んでいてよかったそう思える霧ヶ丘でありますように、皆様の手で新しい街づくり頑張ってまいりましょう。このお祭りの進行役は私上白石なっちゃんでございました。拙い進行ではございましたが、皆様どうもありがとうございました。皆様お気をつけてお帰りください。本日は誠にありがとうございました。